北海道道66号岩内東野線は、北海道岩内町と東野小町を結ぶ道道である。岩内町とニセコ町の間は、ニセコパノラマラインの別名で呼ばれる。北海道の日本海に面した、シャコタン半島南西部の根元に位置する岩内郡、岩内町から南へ、ニセコシャコタ号たる海岸国定公園内にある、ニセコ連邦を越えて、 サミットが開催された東谷湖町の東谷湖とを結ぶ延長約 65km の主要道路に指定される北海道道で主な通過地は岩内郡共和町、阿部田郡西湖町、真っかり村、ルスツ村である。ルスツ村あざルスツから東谷湖町大原にかけての約 11km 区間は上位路線の国道230号との重複区間である。主要道路ではあるが、 共和町追い込みとランコ市町アザユザトンの間は、冬季通行止めになる。岩内からニセコまでをつなぐ区間は、ニセコパノラマラインと呼ばれる、山岳道路で、景観の良い変化に富んだ、ドライブルートとしても知られる。主な橋梁道の駅道南の観光地で、道南の楽園とも言われる、ニセコ高原を南北に越えるニセコパノラマラインでは、ニセコ川で妖亭山やニセコ連邦の眺望、 岩内側でこう描く日本海の海岸線や、シャコ半島までの展望が楽しめる観光道路で知られる。沿道に、ニセコ山系の湿原で、美しさに定評ある新鮮沼があり、道路脇の駐車場から散策路で結ばれる。ニセコ町の東には、エゾ富士と呼ばれる、妖帝山があり、道は妖帝山の南西側に広がる裾野を走る。 道道66号岩内町共和町乱子市町、セ古町真っ赤に村る津村東屋子町。ありがとうございます。